ガローグレンのガツタイは2015年10月より2016年4月までテレビ東京をはじめとして TXN 各局他で放送された連続テレビアニメ作品2018年10月6日より公開されたアニメーション映画劇場版薄積み桜ガロマイナスについても記載する特撮アニメで展開されているガロガロシリーズのうち 2D セルタッチアニメーションとして制作された初作、ガロ」、「ガロ大炎の刻印マイナスに次ぐテレビアニメ第2弾。シリーズ全体としては、本作開始前までテレビで放送していた、連続特撮ドラマ、ガロ」、「ガロ」からゴールドストームショーに次ぐ、連続にクール放送。本作では、西洋、中性的世界観をベースにしていた、炎の刻印から完全に変え、 原作者である天宮啓太が得意とする和のテイストが全面に押し出された。時代設定は平安時代だが時代交渉は重視していない。平安経において闇にうごめく妖怪じみた存在、カラオヒと知れずかる宿命を追った守り使者たちの戦いを描く。スタッフはシリーズ過去作で脚本経験を持つ井上俊樹とシリーズ初参加となる相川昇が シリーズ構成を担当し、メインキャラクターデザインに甘宮と信仰の深い漫画家、桂正和が起用されている。また、桂は物語後半で、リニューアルされる、ガローの鎧のデザインも担当している。主要キャスト陣のうち、主人公、雷区役には、シリーズの実写作品、ガロウ、ガロから、魔界の花で、主役、サエライガを演じた、中山マセが、 声優に初挑戦している。雷区以外の主要キャストには、炎の刻印に出演した面々が、全員とも別の配役で参加している。中山の声は、主要キャストから絶賛されており、星明役の僕ビ人の掛け合いなどには、スタッフの指示で彼らのアドリブも盛り込まれている。2017年11月23日に放送された、勤労感謝祭2017で、 劇場版の新作アニメの制作、公開が発表され、薄墨桜、ガロマイナスのタイトルで2018年10月6日より公開された。詳細は劇場版を参照。なお、アニメシリーズの炎の刻印、グレンの月、バニシングラインの世界はすべて同一であり、ガロのアニメシリーズの中では本作が最も古い時系列である。このことについては、 劇場版の先行入場者特典のクロスオーバードラマ CD1、紅れがみなりで、星明が、炎の刻印のエマグスマン、バニシングラインのソフィア・ヘネスを含めた3名の中で、自身が最も古い時代の人間であると述べている。登場人物たちは、現実の平安時代に実在した人物をモデルにした、ものも多い。下記の魔界騎士がまとう鎧は、単体で、 の鎧とも呼ばれる。突起のない限り、公式サイトの殻を出展としている。魔界騎士、魔界法師など、ガロシリーズの基本的な用語説明については、概ねアニメ第一作、ガロガロ炎の刻印関連用語と共通であるので、そちらなども参照。以下に、本作独自用語を記す。本編初回開始日の前週は、ガロ歴代シリーズ振り返りや、 本作のキャストスタッフなどを紹介する特別編、ガログレンの月平安の闇に吠える勤労スペシャルを放送。この他、下記インターネットサービスサイトでも同時期に配信テレビドガッチ、楽天ショータイム、ビデオマーケット、ベステと動画、ムービーフル、ハッピー動画、ユーネクスト、グーグルプレイ、アマゾンインスタントビデオ、スタヤ TV、DMM.com、ヒ TV、 プレイステーションストア劇場版、薄澄み桜、ガロマイナスは2018年10月6日公開のアニメ映画。テレビシリーズ、クレンの月に登場した、守り使者たちが遭遇した次なる戦いの物語を、他のガロシリーズを多数執筆している、小林康子の脚本によって描く。なお今回は、監督が西村里氏に交代、アニメ制作会社もスタジオ M にと、 スタジオボンの共作になった。テレビシリーズを見ていなくても楽しめるよう制作されているため時系列は不明となっている。クロスオーバードラマ CD4 などを同梱した DVD、ブルーレイは2019年3月20日発売。ありがとうございます。